ゴズフレズは、デンマーク王、シーフレズ王の下の息子。彼の名前は、ゴッドフリット、ガドフリット、ゴトリック、ゴートリック、ガドロット、ゴッドフリーダスといったものを含めつづり方がいくつもある。ゴズフレズへ税を納めるのを拒否した兄のハルフダンは807年、カール大帝に忠誠を誓い彼の保護を得た。804年、カール大帝は、ザクセン征服の一環として、 ホルシュタイン東部からサクソン人を強制的によそへ移し同盟関係にあったスラブ系のオボトリート族に与えた。これによりフランク王国軍の勢力は当時デンマークの歴史的境界線だったアイダー側まで達した。フランク王国と国境を接するようになるとゴズフレズはフランク人の侵略が自分の領地に及ぶのではないかと危惧するようになった。 808年ゴズフレズは、オボトリート族の商業地で陸を襲撃し、主張を殺して、商人たちをダーネビア家の防衛線と一体になっているヘーゼビューへ移住させ、彼らに自分が支配者であることを認めさせた。翌年、フランク王国側とゴズフレズは、話し合いの場を設けたが、その詳細は伝わっていない。しかしその後、カール大帝は、 エルベ川対岸のエーセスフェルトに拠点を設けた。これに対抗し810年ゴズフレズは200隻の船を引いてフリースラントの海岸に上陸し略奪を行った。そこで商人と農民に対して100ポンドの銀の支払いを求め、北フリースラントがデイエンジンの領土になったと宣言した。同年の夏、ゴズフレズは傭兵の一人に殺された。ノトケル・バルブルスによれば、 彼を殺した護衛は彼の息子たちだったとされる。フランク王国はシェリン東部からベーザー側に至る王国の北の海岸線を守るためにバイキングの主張たちに権能を始めた。ゴズフレズはコフランス語の騎士道物語にデンマーク王でオジェルダノワの父女フロアとして登場する。オルジェルダノワは788年にカール大帝の宮廷に仕えたとされている。ありがとうございます。